ワールドエースは日本の競争馬。主な勝倉は2012年のキサラギ賞、2014年のマイラーズカップ。場名の意味は世界のエース。名付けたのは本馬の一口馬種でもあり、本馬の前弟で2019年菊花賞、2021年天皇賞優勝馬ワールドプレミアなどを所有する税理士の大塚良一氏である。12月17日に 阪神競馬場の芝千八百メートルの新馬戦で、福永祐一を安城にデビューし、単勝一番人気に応えて優勝した。この年初戦の若駒ステークスは、後藤立てのレースとなり、再び一番人気に支持された。レースでは、スローペースを最高峰から追走したが、逃げた勝ち馬を捉えきれず二着に敗れた。自走の木更木賞では、安城が小牧太志に変更になった。 中段追走の展開から、最後の直線で足を伸ばし、後続の追い上げを振り切り重傷発生波を達成した。この競争では、ディープインパクト3区が上位3頭を独占した。続く、若葉ステークスではスタートで後手を踏んだものの、道中後方からレースを進め直線で大外に、持ち出すと、足を伸ばして、内で粘る2頭を捉え、2着以下に庭審査をつけ、解消した。 自走は4月15日の3歳ボバクラシック初戦の、さつき賞に2番人気で出走。スタート直後に、前の馬に触れたため本馬はつまずき、騎手が、落馬寸前となる不利を受け道中後方からの競馬となった。そのまま3コーナーでは、後方追走となり、4コーナーから直線で大外に進路を取り追い込むも、内を通って抜けた、ゴールドシップに届かず2馬新反差の2着に敗れた。 そして迎えた東京優春は一番人気に押され、ゴールドシップと同じ出走馬中上がり最速体の足で追い込んだがディープブリランテの4着に敗れた。東京優春の後、左前急接炎と診断されノーザンファームしがらきにて、放牧休養していたが、後に左前足屈腱炎を発症したため、秋競馬を断念し、故障箇所の回復へ向けて休養に入ることになった。 2月の白富士ステークスで約1年8ヶ月ぶりに復帰。休養明けにもかかわらず、単勝1番人気に支持されたが、5着に敗れた。続くマイラーズカップをコースレコードで優勝し、2012年の木更木賞以来となる重賞2勝目を挙げた。続く安田記念では3番人気での出走だったが、不良馬場も影響したのかジャスタウェイの5着に敗れた。 放牧を挟んで迎えた秋初戦の毎日王冠は一番人気に押されるも13着に惨敗。マイルチャンピオンシップも8着と制裁を書いた。その後、香港マイルにザカリー・パートンの機場で出走し4着。陣営はオーストラリアに遠征し、ジョージ・ライダーステークスを経てドンカスターマイルに出走するプランを立て、暗状は現地のニコラス・ホールに依頼した。 ジョージ・ライダーステイクスは同じく日本から遠征したリアル・インパクトが優勝する一方、ワールド・エースは11着、ドンカスター・マイルは8着に終わった。帰国後は参戦するが未勝利に終わり、2015年12月18日付で競争場登録を抹消。引退後はアロースタッドで種ボバとなった。以下の情報のうち、 国内の競争は netkeiba.com の成績欄。海外の競争については、各競争名に示した出典を参照。ありがとうございます。